吉田さん、億万長者合宿のこのやり取りっていうのは、まあ意味をね、見出すとすれば、私にとってみてはジョギングとかね、朝起きて一発目にする深呼吸とか、うん、それから寒風摩擦っていうのは、ね、ちょっと昔の習慣でとても私やってませんけども、まあ準備運動みたいなもんですかね。準備運動であり、一日が終わるときに体の筋肉をほぐす生理体操みたいなもんかなという感じですね。まあ意味を見出すとすればですよ。でもこのやり取り、もともとスタートするときは確かに億万長者合宿のためでもあったんだけど、だけどそれほど大きな意味は私は持ってなかったんですよ。つまりですね、行動や習慣には意味に向かってやるものと、長い間積み重ねて振り返ったらこういう意味があったんじゃないかなっていうふうに後付けできるものとかあると思うんですよ。この繰り返しで人生はできてるのかなと思いますね、大げさに言えば。で、変わることと変わらないことの、ね、両面の大切さっていうのはあると思いますが、私は結局どっちにしても変わっていくもんだと思うんですよ。昨日という一日が自分の人生にプラスアルファされて、それはもう変えようのない事実として積み上がっていく。でも何が変わるかというと、まだ不確定要素という今日を過ごしてるってことでしょうね。そしてさらに不確定要素で、来るかどうかわからない明日以降というこの一日一日ってのは、自分がどのようにデザインしていきたいかっていうことがものすごく強く影響されると思うんですよ。今までの過去っていうのはどう思い返したところで、どう理屈をつけたところで後付けの意味は見出せるけども、でももう変わらないんですよね。これが変わらない部分。でもこれからの人生ってのは、過去をどれだけ積み上げたとしても全く無関係に方向性を決めることができるんですよね。どっかの麻雀店の親父がですね、全く違う人生を数年後送ってる。これはだから過去と未来には全く関係がないというふうに思えたからじゃないかなと思うんですよ。自分は麻雀の経験しかないから、スーパーの社員しかしてないから、この資格は持ってないから、経験はこういうことをしてきたから、そういうことじゃないんですよね。これ何歳になっても新しい一日を全く違う自分としてデビューすることはできると思うんですよ。で、それを私はずっと思ってたのが、まあ、なんですかね、やっぱこう、人は変われるのか変われないのかっていう論争ですよね。前回の動画にも戻りますけども、人生を変えた人っていうのは人生が変わると思ってるんですよ。でも人生を変えたことがない人は変えられないと思うんですよ。まあそんなところじゃないかなと思うんですよ。そしてこれ前々回ぐらいの動画のね、ちょっと言い忘れたことなんですけども、私が仮にね、今50になったり60になったり70になったりするじゃないですか。その時に若い頃に戻りたいですかっていうふうに聞かれた時に、私は多分ね、戻りたくないというふうな回答をするように生きていくと思うんですよ。これからも、今ももちろんそうです。例えば今の年齢が49歳で、それを20歳とか10歳に戻せるとしたら、戻したいかっていうと、まあ戻したくないですよね。ただ年齢が若くなるだけだったらいいんですけども、でも若くなるに従って今まで培ったものがまた逆戻りしてね、なくなっていくんだったら嫌だなと思います。これが何を意味するかっていうとね、スゴロクをやっていて、ずっとスタートから積み上げていって、あと一歩でゴールですよ、もうちょっとでゴールですよっていう時に、スタートに戻りたいですかっていう質問と同じだと思うんですよ。戻りたくないですよね。うん、確かに人生のゴールっていうのは死というものかもしれません。人間は死っていうものを通じて、死というものを経験して人生が完成して、そっからは全部変化しなくなるんですよね。もう未来がないわけですから、そうやって完成品の人生が出来上がると思うんですよ。で、その時にもう一歩で終わるなって時に、また一からみたいなのは、もう確かにね、素晴らしい人生だったと思うんですけどね、自分で自分事ながら。でももう十分だともう言えるんですよ。もう十分だと、これほどまでにいい人生をいただけたんだったらもう十分だよと、本当に良かったよ、 YouTube やって、なんか吉谷さんみたいなのとこね、なんか無限のやり取りができて、それだけでも YouTube やった意味があったなと思ったけども、まあいろんなね、出会いとか恋愛を繰り返して今の家族にたどり着いて、いや本当に良かったなと、もうこれ以外の選択肢いらないよなみたいなね。まあ収入面に関しても、今本当に何かね、活動して所得を得てるものではなくて、
なんか今までやってきた変えようのない過去の余力が未来の資産も構築してると思うと、もうこれでいいだろうみたいなねことを思ったりとかね、本当に一個一個うわこれやりきったなと、結果が思うように出なかったものに関しては自分の力量の範疇外だったなと素直に思うことができるのは、全てを全力で尽くしてきたからかなと思います。全力で尽くしてきても力の及ばないものに関しましては、なるほど、自分の力量、立ち位置はここだったんだなと、うん、なかなかやったじゃないか、いいじゃないか、あ、これはやっても全然ダメだったなと、適性がなかったんだなと、自分には向かなかったんだなということが見えたりとかね、一個一個何かできたものもできないものも確かにつかめたなと思うわけですよね。いや、私はね、人を使う会社は無理だったなとかね、麻雀店は好きでやるもんじゃないなとかね、様々ありましたね。で、これが自分の得意分野かなと思ったものは全然使えてないですし、まあただ単に借金を返すために始めたようなね、このネットビジネスがまさか自分の人生を再構築してくれるものになるとはね、思わなかった。クレジットカードのキャッシング枠、これをカード2枚出してきて、やっとのことで振り込んだネオヒルズのね、ビジネス塾ですけども、もうね、何がスタートラインになったのか分かんないぐらい、今私は自分のビジネスを生きてるなと思いますね。確かに、あのネオヒルズかなんかの影響を受けたな、その塾入ったなって思い出すことはありますけども、もう今はネオヒルズからもう完全に脱皮して、自分のことをやってるなと思いますね。自分のスタイル。うん。教わったわけでもないけども、でもそっから、今の全部はできてるなと思うんですよね。確かにね、教えないのが最高の教えってのはいいっすね。いってらっしゃい。